クリスマス公演大成功おめでとう。乾杯。乾杯。天宮さん、あざみさん、クラリスさん、初穂さん、そしてアナスタシアさん、みんなお疲れ様。本当に素晴らしい夢のような舞台でしたわ。お客様に代わって、そしてかつての帝国歌劇団の一員として心からありがとう。もう一度帝都に奇跡の鐘が鳴る日が来るなんて胸が熱くなりましたわ。礼を言うのはこっちだぜ。この舞台を演じることで花組がなぜ舞台をやるのか少し分かった気がします。私たちは昔の花組の強さだけを目指せばいいわけじゃない。帝都を幸せな思いで満たすことも受け継いでいかないとダメなんだって。どうでしたか？私たち少しはスミレさんたちのように慣れてましたか？ええ、見事でしたわよ。まあアナスタシアが泣いてたぐらいだからな。いい思いが伝えられたんじゃねえか？そんなことないわ、見間違いよ。まあそういうことにしておきますか。何を、本当に泣いてなんかないんだから。アナスタシアさん、これで本当にお別れなんですね。サクラ、私たちの大切な先生、本当にありがとうございました。ありがとうございました。やめてよ、私はそんな。俺からもお礼を言わせてくれ。今までありがとう、アナスタシア。明日のベルリン戦、君に参加してもらえないのは残念だけど、俺たちはきっと勝ってみせる。それが君への恩返しだ、キャプテン。死ねっぽいのはこれぐらいにしておこうぜ。明日はいよいよベルリンとの決勝戦。英気を養うために食べて笑って楽しんで、それからゆっくり眠ろう。ごめんなさい、少し席を外すわ。ん？ああ、わかった。クリスマス公演も無事に終わったことだし、風呂にでも入ってゆっくりするかな。しかし本当に素晴らしい舞台だった。目を閉じればあの感動が蘇ってくるようだ。忘れられない一日だな。みんなありがとう。ん？今日の公演最高だった。あんなに気持ちいい舞台初めて。私もだぜ。練習の成果を出し切れてすげえ充実感がある。今回の公演は一日限り、これで終わり。なんだかちょっと寂しいですね。まずい、さくらたちだ。このままではいろいろな意味で忘れられない日になってしまう。どうすれば。そうだ、劇蔵君に変身してやり過ごそう。
なところに誰が置いたんでしょうか。昨日まではなかったはずなのに。うまくごまかせたみたいだな。危ないところだった。どうでもいいじゃねえか。とっとと服脱いで風呂に入っちまおうぜ。服脱ぐ？ちょっと待ってくれ。さくらさん、本当に綺麗な肌ですよね。グラリスだって綺麗じゃない。透き通るような肌ってこのことでしょ。みんなすまん。目をそらそうにも劇蔵君は首が回らないんだ。話ばっかりしてねえで、さっさと脱いで入るぞ。汗ひいちまう。はいはい、すぐに脱ぎます。マツモってお母さんみたいだよね。全部脱ぐ。いかん、これ以上は理性が。何か方法は。じゃあ一緒に脱ぎましょうか。せーの、えい、うわ。目を閉じればよかったんだ。こんな簡単なことに気づかないなんて。風呂が一番だな。みんな風呂に入ったか。よし、今のうちにここから出よう。に、うわ、なんだ、アザミか。びっくりしたじゃないか。聖獣郎、ちょっといい？ん？どうしたんだ？アナスタシアが席を外す前、窓の外が光った。そうなのか。気がつかなかったけど。でもそれがどうかしたのか。その光を見てアナスタシアは外に出て行った。一体何しに。誰かに会いに行ったとか。誰に。それはわからないけど。でも帝都にも友達ぐらいいるだろ。遠くから光で照らして合図。そんな友達普通じゃない。それはそうだな。確かにちょっと妙だ。それに最近のアナスタシア、ちょっと様子がおかしかったように見えたから。そうか、そうだな。ありがとう、アザミ。教えてくれて。まあ、気にしすぎだとは思うけど。アナスタシアに何をしてたか聞いてみるよ。わかった。じゃあ、あとは聖獣郎に任せる。お帰り、アナスタシア。どこに行ってたんだ。ええ、ちょっと電話をね。電話。悪いけどキャプテン、今日は疲れたわ。部屋に戻って休ませてもらうわね。それじゃあおやすみなさい。ああ、おやすみ、アナスタシア。アナスタシアちゃん、どうした？何か用か？なんだ？レイジがアナスタシアに撃たれた。どういうことだ。
レイジは無事なのか。腹部銃弾貫通、現在は意識不明です。小町が治療しています。そうか、分かった。アナスタシアはどうしてる。無限にて無断出撃しました。5分前のことです。あの聖十郎さん、実はアナスタシアさんが私の刀を持っていったみたいなんです。サクラの刀。はい、部屋にあったはずの刀がなくなってて。司馬さんも証言しています。アナスタシアさんが刀を持っていたと。どういうこと。詳細は分かりませんが、アナスタシアさんが裏切ったのは間違いありません。裏切ったなんて言うな。とにかくアナスタシアに繋いでくれ。はい、通信つながります。アナスタシア、神山だ。アナスタシア、止まってくれ。一体何があった。聞こえているんだろう。どうしてだ。どうしてこんなことをする。答えてくれアナスタシア。さよなら。通信切れました。来た、みんな出撃だ。アナスタシアを追うぞ。しかし神山さん、過激団体戦の決勝戦がもうすぐ始まります。アナスタシアを放っておけない。きっと何か訳があるんだ。決勝戦に出られなければ不戦敗です。帝国過激団がなくなってもいいのですか。よし、俺に明暗がある。舞台を二つに分けるんだ。里の掟五条、二頭追うもの一頭をも得ず。アザミの言う通りです、聖十郎さん。そうだよな、アナスタシアを捕まえるのは二人じゃ難しいだろうし。過激団対戦も二人で出場するなんて無理です。そうか、そうだな。よし、アナスタシアを追いかけよう。わかりました。アナスタシアさんを連れ戻してすぐに決勝戦に向かう作戦を取りましょう。間に合う可能性は低いですが、不可能ではないはずです。わかった、なんとかやってみるさ。あと、うん、裏切っただなんてすみませんでした。アナスタシアさんを絶対に連れ戻してください。ああ、必ず一緒に帰ってくるよ。ついにこの時が来ました。世界が待ち望んだ頂点の舞台、世界歌劇団対戦決勝戦です。競技場も満員となっております。ご覧の通り、ベルリン歌劇団は到着し、開始の時間を虹色に一つせず待ち構えております。その身につける仮面は絶対的勝利を誓うためのものでしょうか。いつもよりも王者の風格が、覇者の闘気が溢れているように見えます。対して帝国歌劇団は未だ現れません。ベルリン歌劇団のこの迫力に、ある意味恐怖のような佇まいに恐れをなしてしまったのでしょうか。逃げてしまったのでしょうか。観客も私も帝国歌劇団の到着を今か今かと待ちわびております。帝国歌劇団、出撃せよ。
私を追ってきたの。決勝戦に出なければ帝国歌劇団は取り潰し、それは分かってるでしょ。今ならまだ間に合うわ。早く戻りなさい。決勝戦のこともあるが、今君の方が大切だ。君は俺たちの仲間で、俺たちは花組という家族だ。だから俺は君を必ず連れ戻してみせる。無理よ、戻るつもりはないわ。どうしてなんだアナスタシア、なぜこんなことをする。私の任務は帝国歌劇団に潜入し、あなた方の情報を探り出すこと、そしてその弱点を依頼主に伝えることよ。それって。そうよ、私は敵のスパイなの。驚いた？でもこれが本当の私。スパイってなんでだよ。最初から私たちを騙してたのかよ。そうよ、あなたたちは人を信じすぎるから騙すのは簡単だった。どうしてそんなことを。私たち信じていたんですよ。私はこの生き方しか知らないわ。それにこれ以外にどうしようもない。私は私の信念で今を生きているのよ。アナスタシア。俺は信じない。信じないぞアナスタシア。事実を否定しても運命は変わらないわ。私は私の目的を果たす。どれだけ人が抗おうと、星の導きには逆らえない。導かれるままに輝くしかないのよ。それはどういう。これは無限空間。聖十郎さん、まさかアナスタシア。